こんにちは、つっちです。今回は、静岡県、東名カントリークラブ、アシタカコース4番ホール。レギュラーティーからピンまで172ヤード、ショートホール攻略を紹介します。当ゴルフ場は、スタンレーレディス、ホンダゴルフトーナメント、を2023年10月5日から10月8日まで開催します。4番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショットやや打ち上げで距離のあるパー3、グリーン面が見えずガードバンカーもあるので手前から攻め寄せワンパー狙いという攻略方法もある。グリーン常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アシタカコースの4番ホール、パー3、レギュラーティーからピンまで172ヤード。ハンディキャップは8、やや打ち上げで、距離のあるショートホール。難易度は、9ホール中8位、平均スコアは 4.13、平均パット数は 1.99。100切りの人は、1オン2パットのパー3チャンスです。アシタカコースの4番ホール、パー3、レギュラーティーからピンまで172ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、やや打ち上げで、距離のあるパー3、グリーン面が見えず、ガードバンカーもあるので、手前から攻め、寄せワン、パー狙いという、攻略方法もある。アシタカコースの4番ホール、パー3、グリーン、常に2パットを、頭に置きながら、プレーをしていきましょう。次回は、アシタカコースの5番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人は、チャンネル登録してお待ちください。